中田商店アメ横店の外観株式会社中田商店は東京都台東区のアメア横町にある主に軍装品、革製品などを扱うミリタリーショップ。代表者は中田忠夫創業者の中田忠夫は1927年、山口県熊毛郡平尾町県が浜にて、県業農家の中田交通、染夫妻の産卵として誕生、1940年山口、 県立屋内商業学校へ進学し柔道部に席を置いていた。16歳の時に上京し、中野区大和町に住み専門学校への手続きを済ませるが、9月になると東京は、連日のように警戒警報がなり身近に、第二次世界大戦を体験。志願の徴兵検査においては、禁眼のために不合格で兵役に進めなかった。勤労動員で、 愛知県の中島飛行機で海軍の攻撃機、天山偵察機の最運等の製造に携わったこともある。B-29 爆撃機の夜間の空襲により、悲惨な状況を目の当たりにし、1945年2月に新聞広告を見て、河北交通、海風鉄路局へ入社。希望を抱いて大陸へ渡るも、1ヶ月後の8月15日に終戦の日を、 中国で迎えそのまま残留。助手での最後の民間人引き上げ団体に加わり1946年4月、博多港に引き上げ、戦後の混乱の中で5月広島駅前マーケットで、旧日本軍の軍服の売買を開始する。同年8月に上京、広島で仕入れた軍服を東京で売買開始、1947年、旧日本軍だけではなく、 新中軍の横流れ品も扱うようになった。広島県呉市に新中してきたオーストラリア軍の9位の靴クリームなども販売した。1950年、朝鮮戦争勃発。1951年頃までは、広島と東京での商売が半々の生活であった。1952年9月1日から銀座で露天商を開始、本格的な東京進出である。 1956年にアメ横に一坪の店を構える。リアカーから店舗での営業を開始し1962年現在地に移転した。中田の最大の目標は戦争防止。そのための正確な記録を残す戦争博物館の設立を目標に軍用品のビジネスを開始、平和を願うための証として収集した軍装品は世界有数のものとなっている。 大日本帝国陸軍、大日本帝国海軍の軍服などの軍装品の他、アメリカ軍、ヨーロッパ諸国、中国などの各種ミリタリーグッズの実物の原用品、デッドストック、複製品などを主に扱う。革ジャンなどの革製品やスカジャンなども扱っている。ミリタリーファッションでは、日本随一という声もある。アメ横店のほか,かちまち店がある。 岡島地点の2階は資料館となっていて、戦時中に使われた軍服、軍装品の実物や複製品が数多く展示されており、一般に公開されている。展示されている資料の横では時間帯によっては、販売用の複製品が実際に制作されていることもあり、見学することもできる。その他に全国にいくつかの提携店があり、 中田商店の扱う商品を販売している。大日本帝国陸軍、大日本帝国海軍の軍服の複製品を多く扱う一方で、朝鮮人民軍の軍服の複製品を制作したこともあり、多くの劇場、テレビ映像作品に衣装として使用されている。札幌キャプテントムミリタリーショップスワット中田商店が協力、提供した映像作品は数知れない。 中田忠夫が自ら資料を入手し、時には旧満州などの海外にあった工場に調査に行くこともあった。また、中田商店が1973年に出版した大日本帝国陸海軍軍装と装備という書籍は、テレビ、映画、舞台などの時代交渉には筆形のものとなっている。同書は一時期絶版で入手困難になっていたが、2009年5月に、 復刻され、同社の店頭及び、ネット通販で購入することができる。また、映像作品に登場する衣装や小道具も、中田商店製のものが広く使われている。服を着るならこんな風に、第20話、ありがとうございます。